You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 188. Welcome to Her Confidence Her Way Podcast, a place to talk about creating your passion-driven work, leveling up your mindset, and living a purposeful life that you always wanted. Hey, girlfriends, I am your host, Emiko Rasmussen. 15 plus years of corporate career woman turned into an entrepreneur who now coaches hundreds of Japanese working women, helping them to grow their passion and a side hustle with confidence. I will tell you the truth. There is no overnight success. I mean, if it is that easy, then everyone is having their dream life and a dream business already. If you're ready to do the hard work, and show up 100%? Let's hang out right here, right now. Hey, girlfriends, how are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。I just realized that this episode is 188. Isn't that crazy? 188エピソードって。なんか数字で見てもなんか本当にすごいなって思うんですよ。自分でちょっとごめんなさいね、自分で言っちゃうんですけど188回もエピソードを作ったっていうのがちょっとすごく、我ながら頑張っているしそしてもうすぐ200エピソードに続くっていうところがなんかすごいなって思います。なんか本当に塵も積もれば山となるっていう感じで。で、私つい最近、自分の受講生の人で、何人かの人にこう、なんかコメントというか質問というか、いただいて、で、その人たちが言うのが、続けられるかわからないところがちょっと不安です。継続できるかわからないところが不安です。っていうふうに、結構コメント来るんですね。でも、それって継続、できるかできないかって結局は自分なんですよ。だから自分でできないって思ったらできないし、で、しかもなんか、もちろん継続しなきゃっていうのはすごく大切なんだけど、なんていうのかな、これを始めて、この形でずっと継続できるかできないかが不安ですって、多分皆さんそこが不安なんだと思うんですよ。だから例えば、じゃあこのポッドキャストで例えると、Her Confidence Her Way というポッドキャストを始めて、ゲストインタビューをして、週に1回っていうのをずっと続けられるかっていうのが不安ですっていう、多分そういう不安だと思うんですよね。でも、まず、number one, it's really up to you. だし、number two,その不安だっていうその思いってめっちゃそのエネルギーのなんか消費もったいないんですよ。そのエネルギーができなかったらどうしようっていうそこに目をつけてるのってすっごいもったいなくって、できるかできないかってなんかまだその先のことなのにできないかったらどうしようって心配しても意味がないっていうのが一つだし、あとなんかそのだからこの週一回でここでこういうふうにコミットしてっていうのが多分、それをコミットしなきゃいけないっていうのが怖いと思うんだけれども、それはやってみて少しずつ英語でピボリングっていうんですけど、ピボットしていけばいいことなので、なんかこう週1回で始めてこのタイトルで始めて、まあ実際に私もこのポッドキャストの名前も変わってるわけなんですよ。形式というかコンセプト、コアコンセプトは本当にコンフィデンスの部分で変わってないけれども、少しずつメッセージっていうのも変わっているんですよね。だからはっきり言って始めた時とは全く全然違います。違います。だから要するにやっていくうちに変わっていくのはいいし、でも結局コアの部分って実は変わらなかったりするんですよね。 How が変わってもその What というか Why というかそこは変わらないと思うので、皆さんもなんか始めて継続できなかったらどうしようっていうそこにフォーカスをするよりも、始めてそこで聞いてくれる人のためにサーブしよう、ショーアップしようって、なんかそっちなんかフォーカスをみんな変えた方がいいんじゃないかなっていうふうに私はすごく思います。 OK、 ちょっとそれはA little bit of a coaching for you guys なんですけども今日の、ゲストなんですけれども、 Her Side Business Program の受講生のふきこさんです。で、彼女はですね、私と自己紹介でもお話ししてるんですけども、180 degree
アパゼ、私と全然アパゼな感じの方なんですよ。多分声聞いててもわかるし、テンションとかっていうのも全然違うし、でね、それでもお互いが本当に私のだけダメだと、ダメっていうかできないところがすごいフキコさん上手にできてっていうのがあって、それをどういうふうにお互いの強みと弱みっていうか、うん、そこをつく、こううまくパートナーシップでやったりするかとか、逆に弱みっていうのは強みでもあるんだよっていうところとかをお話ししました。Please, please, please enjoy my conversation with Fukiko. Fukiko-san, welcome to Her Confidence Hawaii podcast. How are you doing? Hi, thank you for having me. Super excited to have you today. How are you? I'm good. I'm good. How are you? Hi, 大丈夫です。元気です。ちょっとね、このインタビューをやる前にすごい私の使っているエヴァノートがなんか使えなくなってちょっとびっくりしたのですが、うん、はい、バタバタしました、バタバタしましたが始めます。はい、ということで、はい、今日はフキコさんって、でも実は私とフキコさんの出会いは結構長かったりするんですよね。そうですね、うん、うん、何年かも覚えていない覚えてない私もぐらいなんですけれども、でも私が最初に、うん、恵美子さんを知ったのはポッドキャストでした。あ、ポッドキャストで、そう、なんか調べてきて急に上がったって感じですか。多分You also like みたいな、レコメンドが、はい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 、そっか、そこの中にですね、うん、恵美子さんのがあって、多分エピソード99とか98とか、まだギリギリ、うん、美穂さんとやってた頃でした。ああ、なるほど。わお、ありがとうございます。そんな懐かしい時です。じゃあそんなふきこさんなんですけど、まずはじゃあ自己紹介からお願いします。はい、私はふきこです。ちょっと変わった名前なんですけれど、ふきのとうのふきでふきこです。私はコーチと、あとフォトグラファーをしていて、普段は、メディア系の会社で人事もやっています。うん、コーチとしては、その悩みすぎてこんがらがった状態を整理して、自分のことを今より客観的に見れるようなお手伝いをするのが私の仕事で、で、ポートレートもやっぱり客観的に自分を見るっていうツールなので、どちらも、自分を知るために最適なものだなって私は思ってます。で、特に、なんだろう、自分の本当にやりたいことが分かんないとか、うん、なんかもうさらに言うとむしろ何に悩んでるか分かんないとか、現状がとにかく気に入らないとか、一人では決めきれないとか、そういう結構モヤモヤした感じのクライアントさんが多いんですけど、はい、そういった悩みをなんか一緒に紐解いていくっていうのをサポートしてます。なるほど、なるほど。その、私すごいふきこさんのその、紐解いていくっていうその表現が好きで、で、まあ、それって、要するに、アンタンゴって、アカウントメールでも使って。そう、今、インスタグラムとかも全部、アンタングリングアス。アンタングリングアス。うん。なんですね。名前でやってます。うんうんうん。しかも、ふきこさんって、すごい、なんか、ある意味、私と正反対なんですよね。いろんなところで。そうそうそう。多分リスナーの方もこのなんだろうテンションの違いでもう分かってるかもしれない確かに。でも本当になんかてか逆にこうなんか焦ったりパニックになることってあります？ふきこさんの中で。ありますよ。だし今もポッドキャストのレコーディングちょっと一応これでも緊張してるんですよ全然そんな感じがしないこれでも緊張してます。そうなんです。いや、私絶対緊張してたら、なんか、その緊張してるっていう、なんか、声というか、その手、なんかパニクってるところとか、絶対なんかわかると思うんですけど、ね、例えばさっきのね、そう、エヴァノートとかでアクセスができないときに、ちょっと待ってってなってるけど、ふきこさんって絶対そういうのしなそうな感じなんですけど。しないわけじゃないんだけど、なんかそういう素直さが足りなくてちょっとひねくれ者だからなるほど平気なふりをしちゃう。ああ、なるほど。ちょっと待ってくださいねとか言って、うんうんうん、なんか平気、大丈夫ですみたいな。でも心臓はバクバク。そうそうそう。だから人にやってなんか助けを求めるのは実はちょっとあんまり得意じゃないです。
ああ、なるほど。わお。でも、私、そんな、ふきこさん、分かってます。なんて言うんだろう。なんか、そんな感じだろうなっていうのは、実は分かっている。バレてる。そう。あ、でも、違う違う。パニックにはならなそうっていうのは、ならなそうだけれども、でも、おそらく、パニックした時のその対処法っていうのも、なんか、冷静に対処してるんだろうなっていうのは、すごく想像冷が。静風ですね。風に、そう、表現には出ていないけれども。そんな感じがします。ということで、ポッドキャストで、今日レコーディングで、初めて、このようにレコーディングって、させていただいているのですが、こうね、お互いに、こう、ポッドキャスト上で知ったのが、90何エピソードって言うと、ほんと、じゃあ2年ぐらい前とかになるんですかね。そんなでもないか。いつだったかな、寒い時期だったっていうのは覚えてます。寒い時期。だからなる今ほもど。寒いから、そうですね、2年ああ、ぐならいるかほもど。しれ2な年い。ぐらい前に、出会った、そのふきこさんが、今では、そう、私のビジネスの受講生として参加していただいて、本当に大切な受講生の一人なんですけれども、その中で、お仕事、ね、先ほど、メインでもお仕事をしながら、今は、サイドハウスを一つじゃなくて二つあって、コーチとして活動していきながら、写真家、フォトグラファーとしても、発想していること、発想しているんですけど、じゃまずはじめに、そのサイドハウスを始めようとした理由を教えてください。私自身はそのサラリーマン生活というかサラリーマンの仕事結構向いてると思ってたんですよ、もともとは。組織の中で働くのが向いてるし、私も割と好きだし、そういうところで力を発揮できるタイプなのかなと思ってたんですけど、きっかけは、パートナーと話していて、お互い出身が東京じゃなくて、向こうはアメリカで私は東京じゃない地方なんですけど、やっぱりちょっと東京での生活ってちょっと狭苦しくて、ちょっと窮屈な感じがするよねっていう話をしていて、ちょっと東京からの引っ越しを考えていて、今候補としてアメリカに引っ越そうかって話してるんですけど、そうなるとやっぱ今の仕事は辞めなきゃいけないので、もうどうせ引っ越しをするんだったら、なんかどこに行っても垣根なく働けるように、ポータブルな仕事っていうのを作りたいなと思ったのがきっかけです。なるほど。じゃあパッションですごいやりたいっていうよりかは、そのライフスタイルの先のことを考えて、この仕事一本ではできないなっていう、そっちが始まりそうですなね、んどっでちすかっていうね。と必要に迫られてというか、危機感からっていう感じで、そのサラリーマン向けだけど、私そのアメリカのコーポレートでいろんなインタビューを受けて、なんとかポジションを勝ち取って、でもいつレイオフされるか分かんなくてみたいな、そういうなんか緊張感の中働くのって私絶対に向いてないと思ったんですよ。日本の会社って基本的にレイオフされることないから、そういうなる意味ほでのサど。ラリーマン向きって思ってたんですけど、安定そののアメリね。カのコーポレートでの向いてるっていうのは絶対違うなって思ったから、そういう意味で自分のなんだろう、メンタルのストレスの少ない働き方って何だろうって考えた時に、コーポレートじゃなくて自分で仕事を作ることなのかなっていうふうに思いましたね。なるほど、なるほど。で、私、すごくふきこさんのからいただいた質問で、絶対忘れないっていうか、覚えているのが、サイドハッスルって、すごく大変ですごい、本当に大変な思いしてまでやるっていう、そのね、ビジネス、サイドハッスルというか、ビジネスを続けることっていうのは、本当に大変な思いをしながらでもやらなきゃいけない。で、私のワークショップ、マスタークラスの中ですごい大切な質問があって、大変な思いしてまでやりたいですかっていう質問に、私は、イエスじゃないからどうしようって、質問したら覚えてます？覚えてます。イエスかノーかで言うと私ノーだなと思って、大変な思いしてまでやりたくないと思ったんですよね。そう。大変な思いまでして、そう、それでやりたくないけどどうしたらいいですか？でも、必要に迫っちゃってるんで、始めたいんですけど、っていうふうに
質問いただいたのすごい覚えていて、私それに答え、なんて答えたかちょっと覚え、今はもう全然覚えてはいないんですけれども、実際に、まあ、ね、ふっこさんの場合は、サイドハッスルをやるってことで決めて、で、その時にまだ何をやるかっていうのも、実はそこまではっきりしてなかったんですよね、このプログラムに参加した時。で、当時は確か、その、なんだっけ、あの、コンピューターのプログラミングのデザイナー。そうですね、ウェブプログラミングの勉強をしてたので、うん、それ、だから要は、その、オンラインで働くイコール SE っていうのしかちょっと想像がつかなくて。なるほど。そっちしか。SE はちなみにシステムエンジニアのことで。はい。はい。ソフトウェアエンジニアとか。ソフトウェアエンジニア。Yes, okay. うん。とかそういうコンピューターサイエンス系しかないのかなと思ってそっちに走ったんですけど、やればやるほど向いてないと思ってなるほどなるほど、落ち込んで、うんうん、本当どうしようと思ってたんですよね、うんうん、で、うんうん、そうどうしようと思ってたけど、なんかしないとせっかくプログラム取ってるのにもったいないから、ちょっと時間を活用するためにっていうのと、あとそのサイドハッスルのそのエミコさんの、クライアントというか、受講生の人っていっぱいいるじゃないですか、他にも。それがみんな同じグループの中に入っていて、その方たちの助けになればいいかなと思って、私、コーチングは7ヶ月間ぐらいその前に学んでたので、私がその、スタックしてる人たちの助けになればなと思って、コーチングをやったんですよね、ボランティアで。うん、それをやってばやるほど、私これ向いてるかもしれないって思って、で、あ、じゃあこれを仕事にすればいいんだ、別にこれからなんか新しいこと勉強しなくてもいいし、自分の素のままで、そのままでできることだし、これが一番いいんじゃないって自分で思って、じゃあコーチになろうって決めました。で、そのコーチになろうってその決める前に、一応コーチングのお勉強されてきてるわけなんですよね。そうです。ただ、うんうんうん、そのコーチングの勉強をした理由はどっちかっていうと、なんか人間の心理を知りたいとか、うん、自分の心理を知りたい、さらに言うと、うんうんうん、私ってすごく以前はパートナーと喧嘩ばっかりしてたんですよね、うん、でなんとかそういう生活から抜け出したい、もっと仲良くしたいし平和に暮らしたいと思っていて、うん、でそういう時になんかコーチングを学んだら、なんかこれはすごい横島な考えなんですけど、パートナーをもうちょっと上手にコントロールできるんじゃないかなと思って人の心理を分かってる。人のね、人をコントロールしたくて、はい。そう、人をコントロールしたくて。で、一応、念のため言っとくと、コーチングって一切人をコントロールするためのものではないじゃないですか。それは一切勝手な私の勘違いなんだけど、なんかそういう人間の行動とか心理とかを分かってると、相手の対話をもっとスムーズに運べるんじゃないかとかって勝手に思ってて。で、まあ学んでみたらそんな話では全然なかったんですけど、そのためにコーチングというか、コーチングを学んでたんですよね。うん、で、でもそれはそれとしてって思ってたんだけど、実際やってみるとそれが自分にとって一番なんかフィットする仕事なんだなっていうふうに気づいて、そちらの方向に進むことに決めました。なるほど。で、じゃあ実際にコーチングを始めて、で、まあ、コーチングプラスあとは写真もね、趣味でやっていた写真も結局はビジネスでマネタイズすることになったんですけど、まあ、そういうことをやっていて、やっぱそのフルタイムのお仕事をしながら、ね、写真も、うん、1年ぐらい学校通ってたんですよ。ああ、なるほど。うんうんうん。せっかくだから。そうそう。趣味、好きだし、それも勉強しようと思って、5年ぐらい前に学校に1年通って、勉強してました。うん。じゃあ、2つのハッスル、プラスメインのお仕事をして、何が大変ですか、一番。実は、全部好きなことだから、その3つあること自体は、そんなに大変じゃなくて、時間のやりくりとかも私は、うん、眠る時間を削ってやっちゃうタイプなので、そこはそんなに大変じゃないんですけど、うん、一番大変だったのは実はコーチって名乗ることが一番。あ、確かに、うんうんうん、ね、恵美子さんにも相談してたけど、すごい心、はい、心理的なハードルが高くて、うん、でコーチングは勉強してたけど別にそれはコーチになるためじゃなかったし、で一番の理由はなんか世の中、まあ、言っちゃあれだけど世の中コーチだらけじゃないですか。わかる、わかります、はい。で
なんとかコーチみたいな、なんかもう怪しいって言ったらあれですけど、正直怪しそうな商売もいっぱいあるし、そういうなんか怪しげな人たちと、なんか水晶売ってるような感じの人たちと同業者同類になるみたいな感じなのがすっごく嫌だったんですよね。うん、で、恵美子さんもそれはわかるって言ってました。はい、めっちゃわかります。はい。うん。そう、なんか怪しげなコーチの一員で、この人もなんかよくわかんないことやってるって思われるのかなって思うのがすごく嫌だったんだけども、なんか自分にとってのコーチ像みたいなのとか、コーチ、私がのコーチっていう定義を、なんだろう、固めることで、だん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 気にならなくなっていきました。自分はこれをやってる。自分がやってることは、人のためになるし、すごく人の助けになってるっていう自信がついていくにつれて、その私が助けたい、なんだろうな、その私が助けたい人とか、私のギフテッドタレントとかが、うん、あとはその助けた人が得られる結果ですよね、うん、そういうのがだんだんクリアになっていったので、なんか同類とかそういうのがどうでもよくなってきました。確かに、あの、そう、2つあって、私のその受講生の中では2つくらい、そのコーチって名乗ることについて悩んでるっていうのがあって、一つ目のパターンは、ふきこさんみたいに、自分はなんかコーチって名乗りたくない。うん、その理由は、なんか、心がときまく魔法のコーチみたいなね、なんかわけわからないようなコーチが、SNS でいる中で自分もそこと一緒にしたくないっていうような、そのコーチって名乗りたくない。うん、まあ私もそこがあって、だから私も別に特にそんなに、なんかよく聞かれるんですよね。どこかの何かそのコラボで、あのね、招待してもらって、で、肩書きなんて書きますかって言われた時に、肩書きって私特にないんだけどなって思って。うんうん、で、その、だから、そう、コーチっていうのが一つと、あとは逆にコーチっていう人がいっぱいいるから、自分もコーチにならなきゃいけないんじゃないかって勘違いする人もいます。ああ、うん。なるほど。コーチがいるから、自分もコーチングやらなきゃいけないんじゃないかっていう、そっち。なんでそういうふうに感じるんでしょうね。うん、だからそういうなんちゃらコーチがたくさんいるからじゃないですかね。だから自分もそのコーチみたいなのやらないとビジネスできないんじゃないかっていうふうに悩む人。でもその人たちの悩みでどうしてそこで悩むかっていうと、自分はそのコーチングってことはやったことがないから、そのコーチって名乗りたくないってそこの人もいるわけなんですよ。うん。うん。そうそうそう。だからそんでコーチっていう名前。まあ、あんまり、そうですね、あんまりそのメソッドとかそういうやりたいことっていうのがはっきりしない状態でコーチって名乗ると危険ではありますよね。だからその恐れはある意味正しいかもしれない、うん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 、そう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 、恐れてて、でもなんか自分もコーチしなきゃいけないの、どうしよう、できないって、そこで悩んでる、うんうん、人とかいる。だから、もしもリスナーさんでそういうふうに悩んでる方は、あの、ぜひ、ふきこさんのとこでセッション行ってください。ありがとうございます。アンタングル、そうそう、アンタングル、紐解いてくれると思います。そうそうそう、冷静に、うん、そう、解いてくれる。なるほど、なるほど。じゃあ、それを、まあ、乗り越えて、その、じゃあ、ふきこさんの中では、自分のコーチっていうのは、自分でどういう人かっていうことを、しっかりと自分で定義を作って、乗り越えられて、で、じゃあ実際にその本当に大変な思いをしながら、はい、今はそのコーチって名乗るのに抵抗があったところからコーチ業をしている福さんなんですけど、だからじゃあ実際にもうちょっとなんかどういうこと、その紐を解くっていうのもそうなんですけど、どんなこと、うん、そのコーチ業と、あとそれプラス写真のこともぜひ教えてください。はい、あとポッドキャストとか。はい、すべて。Let's go, go. 何をやってるかってことですよね、はい、具体的に。そうです、うん、その、紐解きなんですけど、いきなりお会いして紐解くんじゃなくて、まずそういうあのクライアントの方にはすごく長いワークシートに取り組んでもらうんですよ。15問ぐらいあると思います。で、うん、それを、ま、書き出すだけで、まず少しクリアになるじゃないですか。で、うん、私もそれを見せていただいて分析して準備しておくんですけど、で、1時間のセッションでは何をやってるかっていうと、基本的にそのモヤモヤしてるっていうのは、なんか、ゴリ夢中というか、霧がかかったような感じで、目の前の30センチぐらいしか見えない、近視眼的な状態になってるので、そこから抜け出せるように、
私は客観的、まあ物理的に第三者ですから、客観的な視点から質問をして、そのモヤモヤの正体とか本質を探っていきます。で、本質が見えたら、もうあとは、その次のステップを、しかもその人にとって、適切なステップ、うん、ジャンプが得意な人もいれば、小股がちょうどいい人もいるから、そういうステップを一緒に考えていくっていうのをやっていきます。うん、でフォトグラファーとしては、まあ、コーチングのスキルはやっぱり生きてるなと思うんですけど、うん、その事前に何に悩んでるのか、例えば洋服がわからないとか、場所をどうしたらいいかわかんないとか、そもそもどういうポーチングでどういうパターンで撮ったらいいかわかんないとか、そういうお悩みも、もう、わかりませんみたいな人がほとんどなので、うん、まあ、できるだけ自然で可能な限りリラックスした状態で撮影してもらえるように事前にお話もして当日迎えて、うん、まあ、当日も、まあ、写真を人前というか、パブリックで撮るわけじゃなくて、うん、それはパブリックの場所で撮るので、それってもう変なことなんですよね。もう目立つから抵抗ありますよね。あります、あります。もうそれ自体が奇妙な行動なんで、もう緊張するのは仕方ないしなので、できるだけ短い時間で撮ろうっていうのを私は心がけていて、 あとはお話ししながら、いつの間にか撮られちゃってた、うん、はい、おしまいっていう感じにするようにはしてます。それいいですね。行きますよ、撮りますよって言われると絶対顔引き動かないでくださいとか言われると最悪でしょ絶対無理です。どうしようみたいな、変に固まっちゃうし、はい、うん、なるほど。私なんかこうやって他人の目を気にしないでください、気にしないで行きましょうねみたいなことを言ってるんですけど、写真撮影で例えば本当に外で撮るときはめっちゃ他人の目気にしますよ私今その使ってるプロフィール写真っていうのはパブリックな場所で撮ったんですか、うん、あ、これですか。はい、オフィスの中です。オフィスで、しかもその自分のそのなんていうの、壁のあるじゃない、個人、なんて言うんですか、このキュービカルじゃなくて、私がその仕事してるとき、まだ当時仕事してるときのそのちっちゃいオフィスのお部屋のとこで、はい、はい、撮りました。しかも、自撮り、そうそうそう、でも自撮りだからめっちゃ自分の中でこうやってポーズとかするのすっごいなんか笑っちゃうし、ここで誰かが入ってきたらどうしようとかめっちゃ思いながら頑張って一人で撮ってる。で、なんで一人の方が、ね、そう。でも、なんで一人の方がいいかっていうと、やっぱり他人に撮られると、笑顔できないんですよ、私。うん。自撮りの方がまだ、そう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 、なんか、そうそうそう、覚悟決めて撮るけど、なんか他の人から撮られると、なんか、結局やっぱなんか、あ、この人は私のことどう思っちゃってるんだろうとか、なんか変な他人の目気にしてるところが。あるんですよね、私も。なので写真って、まあ、有名な方はやっぱりすごい技術もあるんだけれど、やっぱり一般の人、モデルさんとかじゃない限り、どういう方の方がいいかって言ったら、できるだけ近しい人、知ってる人に撮られるとか、知ってる状態になってる人に撮ってもらう、知ってる状態になってるっていうのは、もう撮影の日が初めましてじゃなくて、事前に何回か話したことがあるとか、そういう状態の方が絶対リラックスできると思うので、一番なんかその誰に撮ってもらおうと迷ってたら、上手な人よりも身近な人の方が絶対にいいと思います。一番身近な人って自分だから、恵美子さんのやり方はある意味正解だと思う。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと勉強になりました。なんで自分の自撮りの方が落ち着くかっていう理由が分かりました。じゃあ実際に、じゃあ例えばそのお写真を撮ってあげてる人は、まあ、例えばもう何名もの方、ね、例えば起業家の人、はい、起業家の人って言ったらおかしいけど、ビジネスのプログラムの方とかも、受講生も実際、ふっこさんの、クライアントになって写真とか撮られてるんですけども。そうですね。引き受けさせていただいたりとか、あとは結構、まあ、やっぱり、プロフィール写真が多くて、家族写真もあるし、うん、あとは、婚活用というかアプリ用、あ、なるほど、マッチングアプリで、ちょっと自然だけど、はい、なんか
なんだろう、グループ写真の切り取りとかじゃなくて、もうちょっとなんか自分の自然な表情で写ったやつを使いたいですっていう方が、うん、声をかけてくださったりとかっていうこともあります。なるほど、なるほど。ちなみに、わかんない、これ、すごい私ちょっと日本、浦島太郎状態なんですけど、履歴書ってまだ写真って使ってるんですか？もうそれとも、もうそれはなくなりました？廃止してる企業は徐々に増えてるけど、まだ普通の履歴書には写真貼る場所っていうのはくっついてますね。ああ、なるほど。で、そういう人はおそらくあのマシンのとこのブースに行って写真を撮る人も中にいるわけですよね、あれ。そうですね、写真館みたいなところかブースで撮ってると思います。あとは最近アプリで撮って背景だけ変えるみたいなのがあるので、多分そういうので撮ってる方も結構いるんじゃないかなって思います。それこそ自撮りで。自撮りで。なるほど。なんか要するに、ふきこさんはそういうプロフェッショナルな写真から、そのライフスタイル、すべての写真も撮れるっていうことなんですよね、今。そうですね。うん、はい。で、ローカルの方のみ。ローカルっていうか、東京。直接お会いできる方のみですね、うんうんうん。まあ、交通費とか宿泊費をいただけたらどこまででも行きます。なるほど、わかりました。じゃあちなみに、じゃあもしもこのポッドキャストを聞いていて、あ、私ちょっとやりたいけどって、どのぐらいの範囲までは OK なんですか、ちなみに。東京、神奈川、埼玉、千葉とかまでは全然行きますし、うんうんうん、なんだろう、電車で2時間以内ぐらいだったら全然飛んでいきますよ。うん、なるほど、わ、うん、かりました。まあ、細かいことはぜひね、ふこさんに直接、あとはね、本当にメッセージして、はい、うん、その辺は、はい、ぜひ。ここの森の中で撮りたいとか、なんか、うん、ここの神社の前がいいとかあるかもしれないし、結婚式とかだとね、やっぱりベニューがあるし。そうですね、うんうんうん、なるほど、なるほど。で、じゃあちなみに、そのふっこさん、今その写真っていうのもやっていて、で、コーチングっていうのもあるんですけど、まあ、今後、これから、今は日本だけれども、本当にこのコロナの状況次第では、もう日本出る確率っていうのもあるんですよね。そうですね。うんうんうん、はい。で、そんな中で、どうですか、これから今後、どういう活動をしていこうですか。うんうん、今後は、まあ、いずれ、あ、そう、東京を離れるっていうことになったら、やっぱり会社員の仕事は辞めて、で、もうコーチとフォトグラファーとして、もう独立していこうと思ってます。うん、なるほど。で、コーチングはオンラインでできるので、はい、日本の方とセッションしていけるし、うんうん、で、フォトグラファーに関しては、まあ、その引っ越した先のローカルの方と、うん、あとは、それこそ Airbnb とかそういう用の写真とかも撮れるし、うん、なんかそういった感じでもっと幅を広げられたらなっていうふうに思ってます。うんうん、なるほど。そして、近い今後っていうことでも、ね、グループじゃない、ごめんなさい、コーチングで何か、ワークショップみたいのもやるっていうふうにお話ししてるんですけど、はい、ぜひそこも教えてもらえますか？あ、はい、ありがとうございます。12月の14日から18日まで、日本時間の夜9時、無料の、ワークショップを開きます。で、どういうワークショップかっていうと、自分に、もうすぐ2021年なので、その来年に向けて自分のリソース、私はギフテッドタレントじゃなくてリソースって呼んでるんですけど、を掘り下げて、それを自分で、これが私のリソースだっていうふうに気づいて、それで、その状態から、まあ、ご自身で悩みを紐解いていただいて、うん、で、最終的に2021年はどういうふうにありたいかっていうのを決めるっていうワークショップです。うん、なので、何をしたいかの以前に、やっぱりどうありたいかっていうのが決まってないと、それこそ、やっぱコーチにならなきゃいけないのかなとかって、うん、なんかメソッドにばっかり走っちゃうから迷っちゃうと思うんですよね。うんうん、で、私はこうありたいっていうのが決まってれば、コーチはないっていうふうに決めれるだろうし、むしろ逆にコーチをやるんだって決めれるかもしれないし、うん、そういう自分の B を決める、うん、が最終目標です。Yeah.
本当に B めっちゃ大切ですよね。 B がないと Do も Have もいかないから、やっぱ B が初めだと私もすごくその信じています。でちなみにふきこさんのインスタグラムのところに行くともっと詳細も見れるんですけども、インスタグラムのアカウントが、はい、さっきもまあちょっと言いましたが、はい、Untangling Us UNTANGLINGUS、はい、まあ私後でこのポッドキャストリリースしたときは、ふきこさんタグしますけども。はい。はい、で、そこのバイオのリンクのところから。はい。Untangle の INGK に、私たちの us っていうのを、ワンワードで、Untangling us って検索してください。で、そこのバイオのリンクから、飛べるようになってるので、はい、ぜひ、お待ちしてます。はい。で、あとちなみに、ふきこさんは、ポッドキャストもやられていて、はい。ポッドキャストのお名前は、はい。はい。私のポッドキャストの名前は、In Our Shoes っていうやつで、Put Yourself in Someone's Shoes っていうのは、その誰かの視点になって考えるとか、そういう意味じゃないですか。うん、うん、うんうん。でも、In Our Shoes なので、私たちの視点から私たちの、考えたこと、感じたことを話すっていう意味で In Our Shoes っていうポッドキャストを私、アワーなので、私ともう一人いるんですけど、はい、同じくコーチのさゆりさんと二人でポッドキャストをやってます。はい、なるほど、なるほど。はい、それもぜひ、聞いてください、ポッドキャストも。多分すごいふきこさんと、あと、まあ、パートナーのさゆりさんのすごい個性、すごい出てる。うん。また違った意味でまた全然違うタイプで、はい、なんかトピックとしてはなんだろうな、なんか私も彼女も、まあ、日本人なので、第二外国語としての、日本語とか、あとは親友ってなんだろうとか、あとは、うんうんうん、中で生きるだっけ、地方出身、地方出身ってなんだとか、うん、そういった話をしてます。うんうんうん、はい、ぜひぜひ、これも Apple Podcast または Spotify とかも多分いろんなところで聞けると思うので、はい、ぜひね、はい、サポートしてください。そして私、ふきこさんのインスタで大好きなのが洗濯物シリーズ。なんでかっていうと、うちのハズバンドもまさにそうなんですよ。入んないんですよ。そう、ハンパーの横に落っこって何のことだか分かんないからもう聞いてる方何のことだか分かんないかもしれないですけど、洗濯物用のカゴの中に私のパートナーがなぜか入れないんですよね。横にもあるし、そう、入ってない、はみ出てるだけじゃなくて入ってないとか、あとはなんかバスマットの上に乗ってるとかっていうのがしょっちゅうなんで、それ前はすっごいイライラしてたんですけど、あ、もうこれネタにした方がいいと思って、なんか見つけるたびにインスタに載せてますね。すごい、でも私これもすごくわかるんですけど、私も昔これで怒ってたんですよ。怒って本当にこれで喧嘩してたんですよ、私もまさに、うん、で特に子供がいるんだから、子供の前でこんなことしたらこれはすごいバッドエグザンプルだからやめてっていう風にもうすごい喧嘩してたんだけれども、うん、相手を変えようとしても変わらないんですよね、これは。しかも、うん、これまた見てたらお金がはみ出てるのとか笑っちゃいますね、コインが怒ってる。そう、コインがなんでコインがバスルームにみたいな。本当に、だから多分、でもこれってすごい共感してくれる人たくさんいると思います、すごく。そうですね、特に、うん、多分アメリカってコインが残ることってあんまりないじゃないですか。アメリカコイン残りますよ、すごい。お金、みんな結構チップとしてもなんかバッてあげちゃうとか。ああ、なるほど。うん、いや、ていうか多分、アメリカ人ってコインを使う習慣がないんですよ。だから例えば、ね、3ドルと75セントだったら、みんな4ドル出すから、うん、そのなんか例えばじゃクォーターだけとかがお釣り来たら、もうそれポケの中に入れて、なんか、うん、だから小銭を使う習慣がない。そうですね、逆に。パートナー曰く、アメリカだと、まあ、一番大きいコインでも、クォーターかな、あ、じゃあ50セントか、うん、だからもう必ずチップにしちゃうんだけど、日本だと500円玉とかって、しかもチップ文化ないからどんどん溜まってくんだって言っていて
で、それこそ今、そのエミカさんが言ったみたいにポケットにシャッて入れちゃって、だからいつの間にかお風呂場にお賽銭がバーンってなってて、ちょっとイライラするっていうのはよくあります。あと、洗濯物の中でカラン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 って、はい。それうちです。はい、コインが、みたいな。うちです、うちです。私だからもう、ジャー作ってます。コインジャーを作ってるから、もうそれ溜まってくんですよ、だからお金が。だからそれ、うん、それで今度銀行行って、ね、そうそうそう、貯金貯金、うん、貯金作ってしてます。そう、だからね、ぜひ、このネタ、共感できる方、ぜひ、ふきこさんの洗濯物シリーズ、はい、見てください。ぜひ、見てください。すいません、もう、めっちゃ話逸れちゃったんですけど、もう全然、すごい、もう、ツボにはまっちゃって。OK! そう。はい。で、ワークショップのこともお話ししましたので、詳細もすべて、はい、インスタグラムで見ていてほしいんですが、ここでじゃあ、ハワーコンフィデンスハワイのパワークエスチョンズに行きたいと思います。もう、ほんと、全然このシリーズ話してたらもう尽きないので。You ready? Yes, I'm ready. Okay. はじめの質問なんですけども、You can answer this in English or in Japanese. How would you define your own self-confidence and how are you building your own? 難しいんですけど、自信っていうのは自分を正しく知ることかなと思ってます。で、私、本当に、エミコさんのギフテッドタレントのコースがとっても役に立ったんですよ。うん、なんかそれを通して自分のギフテッドタレント、なんか強みとか弱みとか、そういう長所短所みたいな表現だといまいち自分にしっくりきてこなかったのが、ギフトチャレンジっていうのがすごいぴったりだなと思っていて、で、自分にそういうどんなリソースがあるか知ることで、なんかその何かを、学ぶにしても、誰かの 100% の真似っこコピーじゃなくて、なんか自分にとってフィットするやり方で、進められたりっていうのができるんで、なんかそうやって自分のやり方でやってることに自信があると、なんか誰かとむやみに比較したりとかもしないですし、なんかなのでその自信っていう感じのその通り自分を、なんだろう、信用することができるようになったなっていうふうに思ってます。だからやっぱり自分のそう持ってるリソースっていうのをポジティブネガティブっていう、なんだろう、二項対立で考えないで、全てが自分の個性なんだって知ることかなっていうふうに思います。So good, so good. じゃあ実際にそのギフテッド・タレントのコースで見つけた福子さんの強みは何でしょう？私の強みっていうか、私その長らく短所だと思ってたことが実はギフテッドタレントだったっていうことに気づけたんですよね。うん、で、なんか私なんか気にしなくてもいいようなディテールが気になったりとか、あとは人の細かいミスとかにすごく気づいちゃうタイプなんですよ。うん、で、あとはエミコさんと真逆で、なんか誰かが泣いてる時に。エミコさん多分一緒に悲しくなっちゃう。なんか泣いちゃうみたいなタイプだと思うんですけど、私なんか妙に冷静で、あ、悲しんでらっしゃるなみたいな感じで、ちょっとなんかトリック感があるんですよね。で、なんかその人のミスにも気づくし、なんか一緒にも泣いてあげられないし、なんかなんだろうな、人手なしっぽいっていうか、なんか嫌なやつだなってなんか我ながら思ってたんですよ、ずーっとね。これはもうなんか子供の頃からのコンプレックスだったんですよ、本当にずっと。でも、なんかその、ディテールに気づく生活、性質とか、あとはその、冷静で感情移入しないで、なんか客観的で荒れるっていうのが、今度はコーチングですごく活かされているんですよ。うん、本当に、うん、なんかクライアントの方のなんか微妙な言葉遣いとか、あとは間のニュアンスとかを見逃さないで、なんかそうこうさらに深掘りすることができたりとか、うん、あとはそのコーチって同じ気持ちで一緒に悩んでしまうといけないじゃないですか、うん、だから常に客観的な第三者、別に冷たくあしらうわけじゃないんですよ。なんか客観的にその状況を把握して、その人にとってベストな方向に行けるような、に導くっていうのが、まあ、コーチなので、そういう客観性っていうのが、そういうところで生きてるから、なんか、その結果、なんか、今まで思っても見なかったけども、確かにそうかもって、なんか本人が気づくことにつなげられるんですよね、私は。うんうん、
のギフテッドタレントのおかげで、うん、なのであの私のギフテッドタレントはそういう細かいところに気づけるところとか、うん、あとはその客観性かなっていうふうに思いますし、うん、あのみんな、なんか私にはいいところないとか思ってる方もいるかもしれないけど、そうやってなんかよく長所と短所は裏返しみたいなことを言われますけど、うん、私はそれは信じてなかったんだけど、長らく、うん、長所と短所っていうのは本当にあの背中合わせだなって今は思いますね。いや本当に私のできないところすべてふきこさんできて、それがすごいもう本当に感謝です。私の誤字脱字いつもチェックしてくれても、もうふきこさんがペーパーを直したこと私ありますよ、うんうんうん、やっていただいてすごい。だからああいうのもてか本当にああいうのもビジネスにもできるんじゃないのって思うぐらい、そう、すっごい細かいとこを、うん、見てくれて、で私も昔その会社で働いてる時にそうチームメンバーでいるんですよ。やっぱそのなんかイゴアイズ、あの鷹の爪だな、いやあの鷹の目イゴアイズって爪は爪じゃない、間違えた、それは唐辛子ですそかじゃなくてあのイゴアイズだから、その細かいところまでこう突き刺して 見える聴感できるってことですよね。そう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 、めっちゃそうそういて、そういつもだから私だからグラマー直してもらったりとか、イメール書いて、でその人にそうあのプルフリードしてもらったりとか、本当にだから私はそこができないので細かくないので、もう本当にそれは他の方で誰かがギフトそういうの持ってる方にもとも頼るしかないんですよ。だからふきこさんにはね、いつもなんかちょっと見つけたら教えてくださいねって言ってあの本当にお世話になってます。本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、でまあ、あの今ねその強みとかって話していて、で多分なんかその、まあ、弱みとかっていう部分にその目を向けてしまう人とかっていると思うんですよね。まだ、あの、このポッドキャストを聞いてる人でも。で、やっぱその弱みとかっていうとこを気にしていると、だんだん今度それを自分をなんかリミットしてしまったりっていうふうに、こう悪い循環、悪循環になってしまうんですけれども、ふきこさんにとって、こう、リミティングビリーフとか、こう、メンタルブロックとかって、あの、何ですか ?What is your limiting beliefs and how did you overcome it?最初持ってたリミティングビリーフは、うん、私はサラリーマンしかできない、あの、フリーランスは無理だっていうふうに思ってたんですよ。で、私はなんか我ながら、あの、優秀なサラリーマンだなと思ってて、組織でこそ特質が生きるタイプなのかなって思ってて、うん、で、実際上司からの評価ももらってたんですね。もらってたっていうか、もらってるんですね。うん、で、その、ただ、あの、その、恵美子さんをはじめ、そういうサイドハッスルをしている同じ受講生の方々を見ていったり、あとは、その、他の、なんか場所や、あとは、なんだろう、大人の事情みたいなのにとらわれずに働いてる方を見て、羨ましいなっていう気持ちがどん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 大きくなって、今に至ります。うん、で、なんだろう、私はその、なんか、何でも先陣切ってズンズン行くタイプじゃなくて、ものすごい慎重だし、あのアイディアマンでもないし、アイディアウーマンでもないし、ゼロ一が私苦手なんだけど、1を 1.1 とか 1.5 にするっていうのは得意なんですね。その、恵美子さんのさっきのプルーフリーディングじゃないけれど、すでにあるものをもっと良くするっていうのはできるなって思っていて、そういう特質を生かした、あのフリーランスっていうのもできるんだなっていうふうに最近だんだん分かってきて、なんかフリーランスっていうとすっごいユニークですっごいアイディアマンで、マンじゃないですね、アイディアパーソンで、うんうん、なんかそういう突飛な発想が何でもできる人がフリーランスで働けるのかなって思ってたんですけど、うん、そうじゃなくても、あの実際やってる方の背中を見ながら、あの自分もできるっていうふうになんか自信をつけさせてもらったし、うん、あとはその恵美子さんのこのサイドハウスのグループの中でたくさんも質問して、恵美子さんにもグループの皆さんにも、でそうやって自分の安心材料を増やしていったっていう風に思ってます。だから、なんだろうな、今まではなんだろう、その人に頼るのは怠けだと思ってた部分が、あったんですけど、今はその人に頼れることで結果的に自分は強くなれたから本当に感謝してます。I love it.
ダメダメダメ。ああ、そげる。じゃあ、最後に、ふっこさん。まあ、さっきも少しちょろっとおっしゃってたんですけども、その、サイドハソっていうのは、やっぱその、パッションのあるものをやって、それがお金に、つながるっていう、私はそういうふうに思っていて、でね、すごい写真とかも好きでやっていたっていうふうに言ってて、それを今マネタイズしたりっていうふうに言ってたんですけど、ふっこさんはじゃあ実際にどんなパッションを持ってるんですか？正直私そのパッションとかっていう柄じゃないんですけど確かに確かに確かに何だろう、私にとってそうやって夢中になれることっていうのは、うん、そのセッションとかフォトセッションそのものだと思います。なるほど。クライアントの方がそのセッションの前と後で明らかに表情が違ったりとか声のトーンも変わってくるんで、そこにたどり着くまでの手助けがこの短い時間だったけどできたっていう風に感じられるのが私にとって喜びですね。Oh my god, that's so beautiful. ぜひ写真ふっこさんに撮ってもらいたい。いつかそれがアメリカになるか日本になるかぜひ今度は自撮りのからステップアップしたい、もう本当にレベルアップしたいですよ、うん、はい、ありがとうございました。じゃあ最後の最後なんですけれども、はい、はい、このポッドキャストを聞いてる人でおそらく何か、はい、I'm gonna start something だし、またはちょっとサイドハソやりたいなっていうふうに思ってるけど、こう多分そこでこうマインドブロックだったりとか何かその一歩が出ない人ってたくさんいると思うので、うん、ぜひその方に最後何かアドバイスっていうのと、あともう一回最後の最後にワークショップのこともう一回リピートして、はい、はい、お願いします。はい、きっと自分には何の個性もないとかすごい平凡コンプレックスがある方っていらっしゃると思うんですけど、私はもう本当にまさしく平凡コンプレックスの塊で、自分には大したというか特に何もなんか特徴ないなってずっと思い続けてきたんですけど、そんな方にも絶対に個性はあると思います。個性って言葉が私はもうなんか良くないのかなと思っていて、自分の特質とか特性っていうふうに考えると、うん、自分にとっては嫌なことも人にとっては助けになるかもしれないしっていうのが実際起こっていくので、そういった自分の特質をニュートラルにぜひ知っていただけたらなというふうに思います。で、その私のワークショップではそういった自分にとってはすごい嫌なところなんだけどなみたいなものもニュートラルに最終的には見られるようになって、うん、それを生かして来年に向けて自分の在り方っていうのを定められるものにしたいなというふうに思っているので、うん、ぜひ、12月14日月曜日火曜日水曜日で、木曜はお休みでそのキャッチアップする日にしてるんですけど、はい、でまた金曜日まで平日ずっと、夜9時からワークショップを、オンラインで無料で開催します、はい、なのでぜひ私のインスタグラムのバイオから、ワークショップに参加していただけたら嬉しいです、うん、はい、はい、どうもどうもありがとうございました。ふっこさん Thank you, thank you, thank you。 こちらこそありがとうございました。 Thank you for having meThank you. Have a wonderful day. Bye-bye. You too. Bye. There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Fukiko. どうでしたか？まずはじめにその Fukiko さんがおっしゃったように、悩んでる人、なんかモヤモヤしてるんだけど、結局何でモヤモヤしてるかわかんないし、何を悩んでるかもわからない人、すっごいたくさんいると思うんですよね。なんかだから、私もよくやるのが、なんか、あ、どうしよう、これもやらなきゃ、あれもやらなきゃっていうか、なんか、何に向かって、何に対して、こう、焦ってるのかわからないとか、何に対して、こう、オーバーウォーミングしてるか、わけわかんないんですよ。だからそういう時に、その、こんがらがった紐を解いていく。まあ私の場合はブレインダンプしなきゃいけないんですけども、紙に自分が本当にやらなきゃいけないと思ってることを書いてみて、これって本当にやらなきゃいけないのか、それともただ自分にプレッシャーを入れてるだけなのかとか、こう自分の中でプライオリティを書いていくと、本当にやるべきことっていうのはなんかただ一個だけだったとか、なんか別になんか焦って空回りしてるだけで、
頭の中って本当にごちゃごちゃしてるので、書き出してみるとなんか全然、あ、なんかこれだけやればよかったなみたいな、そういうのがあるので、やっぱそういうことができない人っていうのは、まずやっぱりそういう誰かにコーチングのことを知っている人とか、コーチにお話を聞いてもらって、そこから、こう、彼女のね、インスタグラムの、アカウント、ハンドルネームのアンタングを、もう本当に紐を解いてもらうっていうのってすごく大切だと思います。なので、彼女が、12月ですね、ワークショップを開いて、もちろん無料で、開いてくれるということなので、ぜひ彼女のアカウントから、行っても、やっぱ私のコーチングスタイルとはまたやっぱ、違うんですよね。まあもちろんその性格とかも違うので、彼女のその、なんて言うんだろうな、アトモスフィアとかも全然違うし、なんか、いやちょっとコーチエミのちょっとパワーがありすぎてっていう方は、もしかしたら、フキコさんみたいな人が本当になんか合ってるのかもしれない。12月の14日から始まり、日本の時間というかね、日本の日付です。はい。なのでぜひ彼女のアカウントから詳細は確認してください。Okay, that is all for today. もしもこのようなカンバセーションとか、または私の話していることとかでもっと学びたいなって思っている方、You get to listen to my live coaching every Tuesday. 毎週火曜日は私がライブレッスンを Her Confidence Her Way のシスターフルコミュニティ、無料のコミュニティでしています。なので、まだメンバーになっていない方、ぜひ Her Confidence Her Way のコミュニティに参加してください。リンクなんですけども、私のインスタグラムからリンク飛べます。または Her Confidence Hawaii って Facebook で検索すると出てきます。で、あとは私の公式無料ニュースレターで、それに登録すると無料のワークシートで自分のパッションは何かっていうのと、自分がサイドハッスルとして向いてるかっていうチェックシートがついてきます。なのでまだそれに登録していない方もぜひ登録してください。Alright. RememberYou are already enough. And guess what? There are so many other people who are in this planet, but you are the only person who can be you, and you can be the best to be you because you're you. Does that make sense to you? つい最近自分の娘にも聞かれたんですよね。この人の方が可愛いとか、この人の方がスマートだとか、この人の方がなんだらなんだらって言って比較してるから、 Actually, no. You are the best of who you are, and there is no reason for you to compare yourself. So, これが本当に10歳の娘とのコンバセーションだったので、 I wanted to remind you that too. There is no reason for you to compare yourself. The person who you need to compare is yourself from yesterday. All right. Thank you so much for listening and have a fantastic day. Bye-bye.